パン屋の横山清水レオンの、えー、横山レオンです。さあですね、えー、っと今日はですね、僕が英語をしているときに気をつけている3つのことっていうお話を、えー、しようかと思うんですが、えー、今日はですね、このしゃぶりですね、なかなか、えー、そんな高くないんですけど、結構ね、美味しいんですよ、うん。ということで、ちょっとこんなのを飲みながら行ってみようかなと思います。乾杯うん、美味しいです。ね、これね。 まあそんなこんなで、英語をしているときに気をつけている3つのことなんですけど、まず一つ目はですね、これも結構シンプルであの、僕自身がネイティブスピーカーじゃないので、埼玉生まれ、埼玉育ちなので、やっぱりね、今でも毎日英語を勉強するってことは忘れないように、必ずするようにしています。1個目は、毎日英語を勉強する。でですね、なんでかっていうと、 単純にね、それやってないとね、やっぱ授業やってて正直つまんないんですよ。なんかこうバイトみたいな感じになってきちゃって、ルーティーンでやってると、やっぱこっちもつまんないし、で、こっちがつまらないと、相手も絶対つまらないんで、あの、やっぱりこっちがちゃんと英語の勉強を毎日続けるっていうことは、あの、もちろんね、長い時間できない時もあるんですけど、やってる。そうすると、まあ、いろいろこっちも情報が、例えば、これすごくいいですよ、やりやすいですよってことも提案できますし、まあ、あと相手の気持ちもね、よくわかるんで、やっぱり、 あのそれはやるようにしています。まあ、もしかしたらネイティブじゃない,ない先生にとっては、それが逆にネイティブに勝てるポイントだと思いますネイティブだっ,って英語の勉強するわけないじゃないですか。僕も日本語の勉強してないのでね。だからそれに比べると、やっぱりネイティブはその自然なネイティブからは自然な表現を学べるんですけど、まあ逆を言ったら勉強している人からこう、勉強のやり方なんか学ぶには、やっぱり僕も毎日勉強し続けようと。これはもう元気でやる限りずっとやろうかなと思ってますね。うん。そして大事にしている2つ目はですね、 これは PDCA ノートっていうのを、えー、いつもつけるようにしてます、あのー。どういうのかっていうとですね、ちょっとお名前は見せられないんですけども、こういった感じのね、A、ノートでこう4つに分かれてるわけですよ。四つに分かれてて、左側からこれやるっていう、この計画、そしてこれがやったこと、プラン、ダウン、やったこと、またかデートとかね。で、あとこっちはチェ気づきですね、チェック。で、あと一番最後がアクションって言って、 まあ、宿題とかですね。あと、その時の、やっぱ、あ、次からこうしようみたいな改善点ですね。まあ、これだったら、例えばト o イックの問題なんかをやってるところのページなんですけど、やっぱ、ですね、解説するときに、やっぱり皆さん問題解いた後にやった、やるときって、回答がすっごい気になるんですよ、皆さん。でも、その気持ちわかるんだけど、でも回答じゃなくて大事なのって、ね、これがどうしてこういう答えになったかってところ、解説を聞いてほしいわけなんで、そうすると、まあ、この中見ると、 一番最初に回答を見せちゃった方が集中するのか、それともやりながら、えー、回答をお見せした方が集中するのかみたいなことをやった結局、あこれちょっとずつやらないと回答を見るとみんな安心しちゃうあ、ですよ。ああ、適こ行でできなかった。そこだけ気にしちゃったけど、ああ、やっぱりできた余裕だとかね。えー、解説を聞いてくんないんで。とか、まあ、そういう小さなことを書いて、で宿題もあるので次、まあ、こういうことや,、えー、やるんだなとか記録しておけるから、まあ相手にとってもまあいいであろうということで。でこれちょっと一つポイントがあってですね、僕これパソコンでやってたんですよ、以前。 だけどやっぱり人が見てる前でカナ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 やるとなんかメールしてたりとか雑用やってるように見えるんですよね。感じ悪いんですよね。で、ノートで書いてる分にはまあ、熱心な先生に見えないこともないっぽいので、えー、そうなんだなと思って。まあだからもうこれシンプルにノートでやるようにしてます。まあ持ち歩いてもそんな重くないですね。そして、え三つ目に大事にしてること。これはですね、あの、相手の状況を読むってことですね。これは本当に大事だと思ってます。で、てか一番大事で、もしかしたらこれ僕が なんとかやれてんのはこれなのかなって思う時があってですね。まあ、いくつかあるんですけど、相手の状況、状況つってもいくつかあって、一つは例えば、まあ、その人のゴールですよね。どういうふうになりたいって今英語で思ってんのかってことがまず一つありますよね。それもあるし、あとまあその方の、もちろん英語のレベルっていうのもあるんですよ。レベルっていうのはどういうことですかもちろん文字通りレベルと、あとは、あ、ここら辺がちょっと苦手なんだろうなとか、あ発音だったら、あ、ここがちょっとやっぱ苦手なんだなとか、 まずそういうのもありますよね。で、またもう一つの状況、例えば文法弱いとかね。で、もう一つの状況っていうのはですね、例えば、これを直接言った方がいい人なのか、言ってもちょっともしかしたら気分害しちゃう方なのか、なんかその辺の、こう、言っていいのかいけないのかっていう塩梅ですね。そこら辺の状況っていうのもありますし、あとは、えー、モチベーションもありますね、もちろんね。えー、もうなんかわかんないけど、コツ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 やってくれる人と、やっぱりやれない人の方が大半なので。 でも、どれぐらいやれないのかみたいな。意外にちょっとはやるのかとか、こうやって言うと意外にやるのかなとか、まあそういうまず状況もありますよね。あと、他の状況だっ,ったら、その人の、例えば、今の環境もあるわけですよ。お例えば、お仕事のね、状態で、えー、まあ、その、時間があるないっていうのももちろんありますし、忙しいか忙しくないかもあるし、やっぱストレス度もありますよね。とか、家庭とかね。そういうストレスすごい多い人だったら、意外といろんなお話をちょっと雑談しながら聞いてあげた方が良かったりとか、 そんな中で宿題出しすぎるとやっぱダメだなとかいうのももちろんありますよね。あとはまあ、そうだな、まあ状況、あとはその時の空気ですよね。なんか楽しそうなのか、それともどうなのかみたいな、ちょっとああ、き疲れてるなとか、まあ体調悪そうだなとか、あなんか今きょう頑張るなとか、とか、あとまあ変な話ですけど、こういうところをやっぱりこう褒めてあげると、すごく自分もモチベーションが上がる方なんだなとか、いろいろですね、やっぱ相手の状況を読むっていうのはむっちゃ大事だなと思うんですよね。あの 僕もちょっとだけ子供を教えした時もあってですねあ、最近ですけど、やっぱり子供って素直なんですよ。飽きるとやっぱ飽きるっていう態度をものすごい出すんです、そういう時に、ざっけんなお前みたいな、上からガーンって、僕らの頃結構殴られたような記憶あるじゃないですか、あの、大人たちに。でもあれもね、ちゃんとね、大人の法則を適用して、状況を読んで、まあ飽き、飽きてんな、飽き始めたなと思ったらちょっと違うタスク入れたりとかですね、なんかあのちょっと雑談してみたりとか、とにかくですね、もう相手の状況を読むっていうのはすごいです。状況を読んだ上で、 今できる、まあ最高っていうか、まあ最低限っていうかベスト。ベストっていうのが一番です。ベストじゃなくて、もっと言い方すればベストじゃなくて、ベストはそれ決まってるじゃないですか。これやれ英語伸びるってのは、まあそれはもう英語の先生っていうのは大体みんな一カ国あるわけ。あ、そうそうそう。あと相手の状況なので、もう一個大事なことありました。あのね、相手がどんな英語勉強が今正しいと思ってるかって、これすっごいあるんですよ。これね、先生がやりがちなミスなんですけど、ミスなんですけど、 私が、俺がこうやって言ってんだからこうに決まってんだから俺の方がだって絶対にあの経験もあるし実際しゃべれるんだしっていう気持ちはすっごいわかるんですけどこれね生徒さんだって実はちゃんといろいろ調べたりとか何とかしたりしながら一番苦しんでますからねあの、まあ、苦しんでる人だけじゃないんですけどそうすると自分ご自身が今信じてる英語,語勉強法ってやっぱあるんですよそこをねやっぱりね、理解してあげるって大事なんですよねそういういのを全部理解した上で、今、 提案したら、ベストじゃなくてセカン、セカンドベストって言うか僕好きなんですけど、あの、これ英語なんですかね、セカンドベスト。カタカナでしか見たことないですけど、もしかしたら英語で言うかもしれないですけど、まあ、まあ、ベッ、ベターって言うでしょうね、ベタ、ベッター、うん、っていう感じしますけど、あのね、最高じゃなくてもセカンドベストで、スモールステップでやれることをこう、ちょっとずつちょっとずつ提案していく。そして、やっぱりね、教室来るのが苦痛になっちゃダメだなっていつも思うんですよね。特に大人の人は、あの、やってない。 僕もその経験すごいあるんですよ。宿題やってないと申し訳ない気がしちゃって、あと気まずいし、怒られないけど、多分まあ、嫌味言われんじゃねえかとか、なんか、あ、こいつダメだって思われちゃうのかなとか、やっぱ引け目を感じるわけです。だけど、で、行かなくなっちゃったら本末転倒なんです。なぜかって言ったら、だって人間ってやるとやる気出るんですから。やるとやる気出るわけだから、やってない時こそ、むしろウェルカムって空気を作るってのは本当大事だと思いますね。まあ、相手も忙しいでしょうし、ああわかりますよ。いや、全然やってないんですよってれても、いや、大丈夫ですよ、全然。もう、むしろやるとやる気になりますからね。まあ、 いや、でも今日ちょっと何も持ってなくて、いいです教室うないですね、あり合わせでやっちゃいましょう、みたいな。で、一緒にね、えー、授業をやったりしながら練習一緒にすれば、やるとやる気になるんだね。っていう感じで、あ、じゃあ来週も持ちてやってみようかな、みたいなのをこう、続けていく。だからまあ、相手の状況を見てですね、今のセカンドベストっていうのを提案してですね、でそれをもう、えー、モチベーション落ちないようにずっとやっていくっていうことですね。なので、まあちょっと長くなっちゃいましたけど、まとめるとですね、えー、一つ目はやっぱり自分自身が英語の勉強をちゃんとすること。 二つ目っていうのはですね、こういった PDCA ノートっのをね、こうやってやっぱつけていくと、まあ、あの、自分もいいですし、まあ、生徒さんにとっても多分、あ、ちゃんと覚えててくれてるんだって思う。まあ、ちょっと僕結構忘れちゃうんですけどね、ひどいとレッスンをせずにうったんですけど、それはね、なるべく今ないように、えー、そういうことがない方を頼んでですね、スケジュール管理をしてもらってるんですけど、そして三つ目はね、やっぱり相手のね、状況を読む。これも非常に大事ですね。というふうに思っております。ということでですね、まあ、こんな感じですと、まあ、ね、 うん、ワインはね、僕、辛口が好きなんですよ。うん。まあ、そんなこんなですね、え皆さんいろいろコロナ騒ぎで大変ですけど、こんな時ときこそですね、逆に家で結構時間あると思うんで、うちもオンラインレッスンどんどん提供していこうと思います。で、まあ、今日っつってもね、今日見る方がいるかどうか分かるんですけど、3月26日の木曜日の夜7時半から、えー、あ、じゃ八8時か、八時、夜8時からですね、発音記号で日本人英語を抜け出そうっていううちの美穂先生のですね、 前イ野球研究室、ミ先生の、えー、オンラインクラスが今回はトライアルととで無料で受けられます。よかったらフェイスブックページなんかチェックしてみてくれるといいかと思います。ということで皆さんちょっと長々とすいません。どうもありがとうございました。Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.